本日はこの東京14区で活動しております、令和新選組共同代表串渕真理を中心とした街頭演説マイクリレーを行わさせていただいております。今串渕真理本人が令和と書かれたタスキをかけて今区民の皆さんとお話をしております。ぜひお気軽にお声かけください。そして今ボランティアの令和新選組のボランティアさんがチラシをお配りしております。我々令和新選組の思いの詰まった政策チラシでございます。ぜひお手に取っていただきたいんです。今チラシを配っているボランティアさんはどこかの大企業ですとか労働組合、ましてや日本を貶めるカルト宗教法人から派遣されてきたようなそういった人間ではございません。今の日本政治がおかしい、暮らしをなんとかしたい、そういった思いで集まった手弁当で集まったボランティアの皆さんが一人一人が一体となって令和新選組活動しております。東京14区ではその中心にいるのが串渕真理令和新選組山本太郎代表の令和新選組共同代表を務めております串渕真理でございます。ぜひ皆さんお気軽にお声かけください。政治に対する怒り、疑問、質問、何でも構いません。串渕真理にぜひぶつけてください。そして令和新選組は消費税の廃止、結党当初から5年前から強く訴えているのが令和新選組です。皆さん最近物価上がって生活大変じゃないですか。給料も上がらない、お小遣いも増えない、年金も増えない、こんな状況で物価を押し下げる一番の特効薬は消費税の廃止です。実質毎日が 10% オフ、わざわざスーパーに並んで 10% オフの値引きのシールが貼られるまで待たなくても 10% オフになるのが消費税の廃止なんです。この国民負担率が上がっている、今や 47%、8% とも言われる国民負担率、つまり我々の稼いだお金の半分、約半分は税金、消費税や社会保険料などによって持っていかれている。20年前は 33%、しかし今は 50% に迫っている。それだけ我々の使えるお金、可処分所得はどんどん減っているんです。その大きな要因なのが消費税、 3% から 5、8、10% になりました。そしてその後にはコロナ、物価高、皆さんの暮らしどんどん厳しくなっております。しかし自民党は裏金を貯めて、そしてそんなお金を貯めているのに議員辞職もしない、逮捕もされない、納税もしない。我々はこれだけたくさん納税をしているのに、裏金議員は納税もしないんです、逮捕もされないんです、返金もしないんです。明らかにおかしいんです。こういった状況でも今チャンネルを回せば自民党の総裁選たくさん報道されています。しかし裏金議員、この問題は全く解決されています。